今回は小中学生のそこの君、そこのあなたに向かっていつも YouTube で保護者向けに話している受験指導専門家だなんて堅苦しい肩書きは捨てて、ただの漫画好きとして最高に面白くて、その上勉強にもなってしまうという漫画を10冊選び出して、西村先生が授業のように全力で紹介するという、まさに踏んだり蹴ったり、いや、至れり尽くせりの動画だよ。と言ってもね、こういう動画で紹介されているような歴史漫画とか、小学生に大人気の科学漫画サバイバルシリーズみたいな勉強のために作られた学習漫画とか、何年も前の古典的漫画は除外してるからね。だって古典漫画は面白いんだけど、漫画にしてはちょっとハードル高くて、みんながハマると言ったら人を選ぶし、学習漫画は勉強のために作られた漫画だから、めちゃくちゃ面白くて、読み終えて我に返ったら夜が明けていたって、そこまでの面白さではないでしょ。だけど今回紹介するのはめっちゃ面白い漫画だからね。ただ一つ難点があって、面白すぎて読み始めたら時間が消し飛ぶんだよね。だから勉強の息抜きに読んでほしいと思ったんだけど、いやむしろ漫画の息抜きに勉強するという感じになっちゃうからね。でも自分は大丈夫、勉強は勉強として切り替えられるという鋼の錬金メンタル師だけこの後見てね。そんな自信ないという小中学生は、今すぐこの動画の高評価アイコンをうっかりタップしてから他の動画を、いや勉強して宿題復習まだ残ってるでしょ。じゃあ覚悟はいいね。勉強にもなる面白偏差値70以上の漫画トップ10いっちゃうよ。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第10位は、ザッケン。2022年4月に1巻が出たばかり、夢中になれることを見つけられない高校1年生女子が部活で雑草研究していくという一見地味なストーリーなんだけど、読んでいくうちに思うんだよね。よくこんな地味な話を漫画にできたなって。だがそれがいい。この漫画を一言で言えば、青春不適合者へのエール。優等生人気者ではない側の人たちへ、それでいいんだよ、いやそれがいいんだよと背中を押す、いや押さないでそっと肩に手を添えるような、そんな漫画なんだよね。この世に生まれてきたからにはキラキラした青春を過ごさなければならない、いやそんな謎すぎる呪いから解き放たれたい人におすすめの漫画。西村先生もキラキラとはほど遠い小学生、中学生、高校生、大学生、あれ今もか、まあとにかくいつも教室の片隅で本ばっかり読んでる学生時代を過ごしてたんだよね。でもそれが良かった、だから今の自分がある、そんなことを思わせてくれるこの漫画。実は西村先生が10年以上全力で生徒を合格に向けて指導してきた都立のトップ校である日比谷高校の雑草研究部が取材協力しているというのもポイント高いね。読んでるうちに自然と植物の知識も増えるしね。次行くよ。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第9位は、数学ゴールデン。青春のすべてを数学に捧げる高校1年生男子が、周囲から無理だよと言われながらも数学オリンピックを目指すストーリーだ。この漫画を一言で言えば、算数数学を勉強したくてたまらなくなる漫画だ。いやね、西村先生実は算数数学がパクチー、注射、早起きと並んで苦手なものを四天王なのね。でもそんな嫌いすぎる算数数学なのに、数学ゴールデンの一巻を読み終えた時にこう思ってたの。先生、数学の勉強がしたいです。全ての問題は誰かに作られたもの、私にとって数学は駆け引き学だ、なんてクールに言うライバルなんかも出てきて、おお、それは国語にも言えることだよな、だなんて感心したんだけど、まあ、そういう勉強になることも学習漫画みたいにいかにも勉強みたいな感じじゃなくて、ストーリーの中で自然に出てくるのがいいんだよね。そして一番印象に残ってるのが、数学ゴールデンの一巻で見開きでバーンと描かれてるシーンで、数学を追求する主人公が世界が広がっていくって叫ぶのね。そう、数学って世界を広げるんだね。小中学生の頃にこの漫画に出会いたかった。もしまだ読んでなかったら、2022年5月9日まで Amazon で無料で読めるので、よかったらぜひ。この本、私がいつも頼りにしているお茶の水の山本算数数学塾の山本先生から紹介してもらいました。次行こう。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第8位は、はじめアルゴリズム。
数学の天才である小5男子が数学者のおじいちゃんに出会って成長していくストーリーだ。私西村はじめは、はじめアルゴリズムを Amazon で無料で読めるからとりあえず試しに読んでみようくらいの気持ちで読み始めたら、これが見事にハマって、今はもう日本のすべての小中学生にこの名作をぜひ広めたいって思ってる。この漫画を一言で言えば、算数数学を勉強したくてたまらなくなる漫画だ。うおーい、さっきの数学ゴールデンと同じ説明じゃんっていうツッコミを入れたくなった。そこの君、そこのあなたは説明をちゃんと聞いてくれてたね。さっき紹介した数学ゴールデンの主人公は秀才タイプで、努力によって数学を追求していくんだけど、こっちのはじめアルゴリズムの主人公はじめは天才タイプ。天才少年はじめにとっては世界を理解することと数学がつながっていて、ごく身近な場所から数学を見つけていくのね。例えば車のナンバーの並びからカプレカ数というものを見つけ出したり、空を飛ぶ鳥、海の波にも数学を見るのね。はじめが世界を豊かに感じることと数学が結びついて紹介されていて、数学って面白みのないアルファベットと数字の羅列で面白さのかけらもないだなんて数学への見方が、はじめアルゴリズムの一巻を読み終える頃には変わってるんだよね。いや、そもそも算数数学に興味があるという人は、作品内に出てくる用語や数学者をもう少し調べてみると楽しいかもね。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第7位は、銀のさじシルバースプーン。北海道の大自然の中にある農業学校に入学した主人公が高校を卒業するまでを描いたストーリーで、超ヒット作鋼の錬金術師を描いた荒川博さんの次の作品として有名な漫画だ。この漫画を一言で言えば命の教科書。鶏が、馬が、豚が、牛がどのようにして生まれて育って加工されて肉になって調理されて人の口に入るのかが、こんなにリアルに詳しく描かれた漫画他にないんじゃない？農業に携わる人たち、すべてを部活にかける学生の行く末を少年漫画だからって美しく描かないで、現実を突きつけるかのように描いてるのも心にくるものがあるんだよね。でもね、本当に言いたいのはこの銀のさじシルバースプーンを読むとだね、それまで全く考えていなかった人でも農業高校に行きたくなっちゃうことなんだよね。まあそれもいいよね。次行こう。小中学生向け面白くて勉強になるおすすめ漫画第6位は、宇宙兄弟。幼い兄弟は約束をした。いつか一緒に宇宙に行くことを。そして弟は宇宙飛行士に、兄は勤めていた会社の上司にキレて頭突き、会社をクビになって情けない思いで毎日を過ごしていたら、 JAXA から宇宙飛行士選抜の書類審査通過の通知が送られてきて、宇宙飛行士に向けて歩み出す、そんなストーリーで、これも知らない人の方が少ない漫画だよね。この漫画を一言で言うと、エリートじゃない自分の生かし方を教えてくれる漫画かな。いや、西村先生もね、優等生の妹の兄として劣等感を持ち続けてきたから、この宇宙兄弟の主人公お兄ちゃんムッタの気持ちがわかるんだよね。でも優等生とか劣等生だなんていうのは、よく知らない他人が勝手に決めた物差しで測ってるだけだし、もっと言えばそもそも評価なんていうものは自分で決めればいいし、自分の得意なやり方、好きなやり方でやればいいんだよね。常識を疑おう。どうせ今の常識なんてあと何年かすれば非常識になるんだからね。何年かしなくても宇宙から見れば地球なんて砂粒みたいなもんなんだから、そんな砂粒の中で周りを気にしすぎちゃ人生もったいない。自分の殻を破ろう。ポンとかね、いきなり YouTube の撮影中にやっちゃってもいいの。あ、このシーンに、宇宙兄弟で一番好きなシーンね。ちなみにこの宇宙兄弟、 NASA や JAXA の全面協力でアニメ化もしているから、そっちを見るのもおすすめだよ。次行こう。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第5位は、働く細胞。主人公赤血球、主人公をサポートするサブキャラ白血球。この漫画を一言で言うと、細胞擬人化漫画だね。それぞれの細胞やウイルスが人間のように喋って協力したり戦うっていう、これまでなかった漫画なんだよね。そう、人体を襲う肺炎球菌、スギ花粉症、インフルエンザ、すり傷、次々とこの世界、いや人体を襲う脅威。
体の中でウイルスと白血球、赤血球、血小板、B 細胞、T 細胞が繰り広げる攻防をバトル漫画にしてしまったという今までにない漫画なんだよね。そういうとなんか理科の勉強みたいな感じがするでしょ。いや働く細胞ってとんでもなくて、始まって3ページでフリーザみたいな凶悪な体と顔をした細菌が登場したと思ったら、5ページ目で白血球のお兄さんに首かき切られて血だらけになってやられるのね。衝撃。でもね、そんな激しい描写が満載の働く細胞だけど、読んでるうちに怪我がどういう風に治るのか、血液がどのように体を巡るのか、赤血球、白血球、血小板がどんな働きをするのか、花粉症、インフルエンザがどのようにして発症し、どのようにして収まっていくのか、こんなことがめちゃくちゃ分かりやすく理解できるのね。いやー、人体がこんなエキサイティングだなんて思わなかったね。理科の勉強にもなるよね。本当はもっとこの働く細胞について語りたいんだけど、まだこの後ランキング4位以上の漫画紹介があるので、残念だけど働く細胞についてはこの辺でバイバイ金だ。小学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第4位はガクさん。ガクさんっていうのは人の名前じゃないよ。ガクさんっていうのは学習参考書の略ね。この学さんは参考書出版社に入社した女性が参考書オタクのベテラン社員と仕事をさせられるストーリーだ。この漫画を一言で言うと2月の勝者の参考書版って言っても、2月の勝者知らない人は分かんないよね。じゃあもう一回、この漫画を一言で言うと参考書の参考書漫画って意味わからん。参考書の参考書漫画っていうのがどういうことかというと、参考書オタクの福山っていう男が書店に参考書を買いに来たお客さんに参考書の使い方を偉そうに教えるのね。でもその参考書の使い方というのが、参考書を何冊も出しているこの私、西村先生からしても感心しちゃうほど的を射てるの。例えばその参考書がどういう参考書かを知るための一番の方法は前書きを読むとかね。参考書を買ってる人でも結構みんなね、前書きなんて読み飛ばしちゃうでしょ。これね、おそらく他の著者さんもそうだと思うんだけど、一番力を入れて書くところって前書きなのね。どういう人にどんなことを伝えたくてこの参考書を書くことにしたのか、この後の本編の効果を最大化するためにはどういうメッセージを伝えればいいのか、そんなことを考えに考えて著者は前書きに思いを込めるんだよね。授業と違って説明を言い出すことができないから、前書きに全ての思いを込めるの。ちなみに西村先生の参考書の前書きがどんな感じか一冊例に挙げてみるね。こんな感じ。はい、一旦一時停止ね。結構考えて前書き書いてあるの分かるでしょ。学さんのすごいところをもう一つ挙げると、参考書が実名で紹介されてるところなんだよね。これすごくない？学さんって講談社っていう出版社なんだけど、他の出版社から出ている参考書を会社名も参考書名も実名で、しかもいいところだけじゃなくて注意点なども添えて紹介しているからね。よくやれたなと思うんだよね。参考書を買おうと思ってる人、すでに買った参考書を使って勉強してる人は、この学さんを読むことで学習効果が何倍にもなると思う。特に塾に入っていない人におすすめするよ。次行こう。小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第3位はドラゴン桜2。ドラゴン桜の連載が始まったのが今からもう20年くらい前で、その続編のドラゴン桜2の連載が2018年から2021年で完結。ドラゴン桜2は普通の高校生が元暴走族の弁護士に影響されて東大を目指すストーリーだ。この漫画を一言で言うと元祖受験漫画。2月の勝者を好きな人ならこっちのドラゴン桜2も楽しめると思う。動画授業のスタディサプリを使ってスマホで勉強するところとか、ドラゴン桜から時代に合わせて新しくなってるんだよね。あとこちらの動画で西村先生も言ってるように、理事長桜木が頑張らない、これが東大合格のための第一歩だというのも共感できるんだよね。日本人は頑張るの大好き。頑張るという気持ちじゃなくて、いかに効率よく合格の可能性を高められるかを工夫して考えて具体的な行動に移すのが大事なんだよね。勉強したことを誰かに教えることだったり、まだ受験まで2年あるのにセンター試験、今でいう共通テストを受けさせるのも納得で、西村先生も受験学年になったその日に全員入試問題を解かせた。まあ小中学生は大学受験の内容だからそのまま役に立たないことも多いんだけど、受験に合格するための考えみたいなものは役に立つので、特に塾に通っていない人は読んでみるといいんじゃないかな。5巻の終わりに西村先生が先生になったきっかけになった恩師林先生が実名で登場するのもポイント高いね。
次行こう。小中学生向け面白くて勉強になるおすすめ漫画第2位は2月の勝者。はい、ここで出ました。2月の勝者、そろそろ出ると思ってた人いるでしょ。でも1位じゃなくて2位だったのが意外かな。1位にしようと思ったんだけど、2月の勝者はまだ完結していないのと、テーマが受験そのものなので、ただ楽しんで読んでいるうちに勉強になるという今回のコンセプトからちょっとずれるから2位にしたんだよね。うん、この漫画を一言で言うと中学受験の仮体験。内容はテレビドラマでやっていたので見ていなくても知ってる人が多いよね。簡単に内容を伝えると、中学受験を新米塾講師の主人公の視点で描いた作品だね。もしまだ漫画の2月の勝者を読んでいなかったら11巻まで読んでほしい。10巻ある人物が神様にお願いするシーンと、11巻である人物が廊下を歩きながら私の夢をっていうシーン、西村先生ここで涙腺崩壊、気づいたら足元に水たまりができてました。もし大手進学塾に通わないで中学受験を目指そうとしている人がいたら、2月の勝者は絶対おすすめ。大手塾がどんなことをしてどんな情報を生徒保護者に伝えているかが結構リアルにわかるからね。それでは小中学生向け面白くて勉強になるおすすめ漫画第1位いくよ。マジか。おお、ごめん。はい、小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ漫画第1位はドクターストーン。一瞬にして世界中全ての人間が石と化すという謎の現象に巻き込まれた高校生たちが、ゼロから文明を作って進化させていく空前絶後の SF サバイバル冒険ドラマ。この漫画を一言で言えば、いつの間にか理科、社会、国語を同時に学べる漫画だ。特に理科ね。そう、理科って面白かったんだよね。西村少年が理科を大嫌いだったのは、あの頃はドクターストーンがなかったからなんだよね。もし西村先生が小学生の時にドラゴンボール、スラムダンク、悠々白書じゃなくてドクターストーンを読んでいたら、今みたいな雑草みたいな人生じゃなくて宇宙飛行士になっていたかもしれないなって。いやそんなことないね。ザッケン宇宙兄弟に出会えた西村先生に後悔はないよ。ドクターストーンでは千空という天才高校生科学者が自然物を組み合わせて新しいものをどんどん作り出して、その作り出したものを組み合わせてもっと進化した技術や機械を作っていくのね。自然の断りを終わりがたくご利用させていただくのが科学だ。70億人を支える手を70億人で探しまくる、これが科学のやり口だ。これ千空のセリフなんだけど、どう？そそるぜ。これはこのドクターストーンを読むことで、今まで使ってたけどどうやって作ったか想像もしたことがなかった冷蔵庫やスマホの仕組みがなんとなく分かったからね。だって不思議じゃない？電気使うと熱が出るはずなのに、冷蔵庫やクーラーって冷気に変わるんだよ。あとね、科学を学ぶクロムという青年が出てくるんだけど、彼がこんなこと言うのね。こうなんじゃねえかって思い込んで実験してみたらビターッとハマった時、やーべえ面白い科学はよーって笑うんだけど、学ぶってこういうことなんだよね。勉強にはそんな面白さがあるということを子供のうちに知ることって今後の人生を変えるからね。西村先生は高校卒業してから林先生の授業で勉強の面白さを初めて知ったけど、この動画を見たみんなはまだ小中学生のうちにドクターストーンがある時代に生まれてるからね。羨ましい。ドクターストーンは文明進化の歴史の勉強になるし、もちろん科学の勉強になるし、いろんな言葉漢字が出てくるから国語の勉強にもなる。でもそれよりも学ぶことって面白いんだということを知ることができるのが一番のおすすめポイントだね。もうね、ドクターストーンに100億満点やるよ。ということで最後まで見てくれてありがとう。今後も勉強進路、塾活用などにおけるヒントを配信していくので、最新の配信を見逃したくない人はぜひチャンネル登録をしてね。ではまた次の動画まで、バイバイキンだ。鶏が、牛が、豚が、牛が、もう牛2回言ってるな。鶏が、牛が、豚が、鶏が、馬がだな、これ。
こういう感じか。ああダメだこれ、ダメだこれ、作戦失敗。